誰だこんな時間に。リドリー、お前なのか。なんでこんなところに。まさかお前逃げてきたのか。そうなんだよな。いや、それでいいんだ。よく逃げて。違う。え？町は警戒が厳しい。中に入れてもらえないか。ああ。すまないな。相変わらずというか。俺の部屋なんかどうだっていいだろ。もっと大事な話がたくさん。たくさんか。うん、話したいな。なんでお前ヘレンシア砦なんかにいたんだ。なんだ、私に助けられたことがそんなに不満だったのか。そうじゃなくて、なんでガウェインなんかと一緒にいるんだ。なあ、どういうつもりなんだリドリー。本気で妖精と一緒になって、人間と一緒にやってきた仲間と戦うつもりなのか。どうなんだよ、答えろよ。私は私の使命を果たす。ただそれだけのことだ。使命？使命ってなんだよ。ジャック、よく聞け。今この世界には歪みが生じている。それも取り返しがつかないくらいの。全ては人間の愚かさのためだ。世界の歪み？その通りだ。私はこの身に負った責任を果たすと決めた。なあリドリー、お前やっぱりなんか変だよ。妖精に操られてんのか、それとも玉継ぎのせいなのか。玉継ぎか。今となってはそれも運命だったと感じる。やっぱりそのせいなんだろう。わかった、一緒に病院行こうぜ。見てもらえばなんとかなるって。俺ついててやるからさ。いや、それは無理だ。なんで。それはそうと、先日ガンツ団長と会った。え、団長と。覚えているかジャック、私が玉継ぎをすることになった理由は。ああ、もちろんだよ。ブラッドオークと戦う羽目になって。団長は私に教えてくれた。あれもまた人間のせいだったと。人間の？どういうことだよ。私たちローズコションが戦ったオーク、あれはお前もよく知る人物の差し金だ。とは言っても私たちは巻き込まれただけに過ぎないがな。知ってるやつの？なんだよそれ、どういうことなんだ。それは。あ、おいリドリー、どうかしたのか。おい、リドリー！リドリー！ラフェイ、マー、クイハ、サジェク、カイフ。リドリー？お前何言ってんだ？ですよ、クラム、コルセック。おい、どうしちゃったんだよ。
リドリー、どうかしたのか、ジャック。どうかしたのかって、今の覚えてないのか。またか。最近では当たり前になってしまったよ。こうやって私の体は私のものではなくなってしまうらしい。おい、それって。ジャック、時間を取らせてすまなかったな。私は自らの宿命を受け入れ、正面から向き合う覚悟ができた。ただ最後に自分が人間だと強く感じたかった。私はジャックに会えてよかった。リドリー、お前もしかして。ありがとう、ジャック。ちょっと待てよ。おい、リドリー。てめえは、ガウィン！リドリー、戻ってこい！そんな奴と行くな！これでも追われている身なんでな。そんなに大声を出さないでくれ。ガウィン！てめえ、人間の癖してどうして妖精の味方をする！ラジアータを守る騎士だったんだろ！昔の仲間を裏切って平気なのかよ！やれやれ、威勢だけは一人前か、ケアンの息子よ。黙れ。父さんの名を口にするな。別に妖精に肩入れするつもりはない。私は自らの宿命のままに生きる。調子のいいことほざきやがって。俺は騙されねえぞ。信じられんというなら、そうだな、一ついいことを教えてやる。明日、妖精軍はラジアータに総攻撃をかける。これまでにない規模の戦いとなるだろう。嘘をつくな。そんな情報を敵に教えるわけが。信じる信じないはお前の勝手だ。私はリドリーと共に世界の果てへ向かう。明日は晴れるかな。世界の果て。というわけなんですが、ガウェイン殿が。うん。ふん。やはり腰抜けだな、ジャック。なぜ裏切り者どもの逃亡を阻止しなかった？さしずめ、貴様も裏切りに加担し、我らを陥れようとしているのだろう。なんだと？おやめなさい、二人とも。ですが、ラーク様。まずは四十門の全封鎖が先決です。ジャックさん、クロス、あなた方はそれぞれの隊を引き、協力してルプス門の警備に当たってください。なぜです？なぜこんな奴を？こんなデタラメを信じるのですか？わざわざ敵の術中にはまるようなものです。
仮に警備が必要だとしても、ヘレンシア側のフォコンモンこそ死守せねば。クロス、私がいつあなたに意見を求めました？指示を下すのは私です。それとも私の判断が間違っているとでも？それはならば命令に従いなさい。了解しました。ふん、何かよからぬことを企んでいるのではないだろうな。なあ、お前は考えないのか？リドリーのこととか、ガウェインのこととか、戦いの行く末とか。ふん、まったく、何のざれ言を。妖精の大軍だ、助けてくれ。本当に来ただと？これほどの大軍が、しかも多くまで。ガウェイン、リドリー、そこにいるのか？申し上げます、ルフスボンが妖精の教習を受けております。他の門の部隊もルフスボンに回してください。何としても敵を食い止めるのです。了解いたしました。ルプス、あなたの予想通りになりましたね。お役に立てたようで何よりです、ラークス卿。いかがです、ルシオン殿、そろそろ本当のことを話してくれませんか？本当のこととは？あなたの正体、そして本当の目的をです。さて、それは患者とでも言えば納得してくださいますか？まさか、そんな、うまく説明できませんが、あなたは知りすぎている。まるで。私はただ人の行く末を案ずるものです。人の？そろそろ私も行かなければ。ルシオン殿、どちらに？ラークス卿、今までお世話になりました。もう会うことはないでしょう。シュベールの勇者たち、残らず返り討ちにするのだ。あれに続け、妖精どもを根絶やしにしてくれようぞ。ジャック、さっきの貴様のざれ言に答えてやろう。私は私自身の力を信じ、いつだって戦う。私に向けられる喝采、賛辞、尊敬、そのために戦い続ける。私に迷っている暇はない。迷いのある貴様など私の敵ではない。クロス、貴様はここで震えていろ。それが似合いというものだ。ブラッドウォーク、
ングしてくれ。その力に増長を繰り返させるのか。エルフの長老ザイン、大将のお出ましか。そなたには聞こえぬか。大地の嘆き、大地の憤り、大地の悲しみ、大地の秩序を乱し、アルガンダースを蔓延させたのは人間の仕業。ついには監視者までもその刃にかけ、どこまで愚行を重ねれば気が済むのやら。私は心から恐怖する人間の存在を。ザイン、まさか。そうと、これがアルガンダース。我らエルフに完全な死をもたらす気だ。人間の撒き散らす恐怖の一つ。忌まわしき人間めが、かくも恐ろしき汚れをこの私に。死なき今この恐怖、我が手で殲滅する。
もう遅い。器は覚醒し、金竜城にて開口を果たす。なんだと？おお、これが死というものか。私を玉継ぎよ。どうだ妖精ども、思い知ったか。これが人間の実力だ。どうした？あれは。の竜だと。あれだ、あれこそ私にふさわしい獲物を。オアール・シュベール、我に続け。化け物を追うぞ。銀竜、どこに向かって。銀竜の行く先、そうか、三枚目の壁画、世界の果てだ。リドリーもガウェインもきっとそこに。行かなきゃ、俺。そうだ、行くんだ、世界の果てに。これが人の勝利。いや、終わりと呼ぶべきか。